東京本社エントランス株式会社黎名藤井は、福岡県福岡市に本拠地を八8 9 0年創業の独立系、用紙及び事務、文具関連製品加工、販売会社である。当初の社名は藤井株式会社で、1989年に関連会社を九州合併したのと同時に株式会社黎名藤井とした。 もともと熊本市で創業した企業であり、現在も陶器場の本店は、熊本市西区上熊本にあるが、実質的な本社機能は、福岡市博多区小門戸町と東京都江東区、森下に置いている。地盤である九州に、強く、さらに全国的な展開も行っている。業種、家庭史事業、事務機事業、オフィスサプライリテールサポート事業、そして、 文具製版事業を行っている。業種、家庭紙事業は創業時から行ってきた事業であり、オフィス用の印刷紙からトイレット、ティッシュペーパーなどの家庭紙まで幅広く取り扱っている。文具製版事業はもともと東京の関連会社において行っていたものであり、現在も東京本社が担当している。古くはスポルディング、現在ではオリーブでオリーブなどのライセンス商品なども 加工生産している。2005年秋には、渡見社長の渡辺美希がプロデュースした手帳を発売した。ありがとうございます。